8時30分です。黄金山に登ります。自転車を置いていきます。今日は快晴です。朝だから西の方向が明るくて綺麗です。宮島です。王の権現山です。能賀高原が見えます。右が極楽寺山。五差相山です。牛田山です。牛田島がある双葉山もあります。そしてシティタワーがある広島駅の方です。左奥が檜山。広島駅の向こうは武田山ですね。牛田山の右奥が阿武山です。松笠山、右奥が二つが定山、さらに奥が白木山です。桜は終わって葉っぱが茂っています。時計回りに登っています。もうすぐ展望が良くなります。見えました、恵下山です。右手前が森山、左が海田大橋で、右が広島大橋です。海田大橋の左側に東洋大橋が見えます。宇品港の方です。宇品島が見えます。プリンスホテルの向こうが二之島の秋の湖富士、そして金輪島、奥が枝島です。西の方がよく見えます。能賀高原、極楽寺山、鈴ヶ峰見えてますね。鈴ヶ峰の右が鬼ヶ城山、エヴァの皿山です。天満川河口とマリーナホップの観覧車です。
宮島の左、大なさみ島がよく見えています。9時40分、駐車場に着きました。ツツジにはちょっと早かったみたいですね。鎌ヶ道路山と江家山、ここからは東洋大橋、海田大橋、広島大橋がよく見えます。森山もあります。もう少し頑張って登りましょう。黄金山の山頂、222メートルです。ロロ山も見えますね。上の方が広島大橋がよく見えます。森山も全体が見えています。二極はもう呉の方です。山頂からは広島の街がよく見えます。黒いのがシティタワー、ビッグフロントです。右に双葉山の物資棟が見えます。赤白の鉄塔がある肘山です。左の方に広島市役所と NTT ビルが見えます。白い建物がある山がオーチャウス山、その右に丸山、檜山と続きます。物車離島、広島駅の方です。シティタワー、遠光川が流れています。肘山トンネルの方向、リーガロイヤルホテルが見えます。オリエンタルホテル、NTT ビルと広島市役所、柚木城山の左に鬼ヶ城山、鈴ヶ峰と続きます。広島市役所、古田台が見えました。
ここが元安川大橋ですね。宇品橋が見えます。手前が京橋川。宇品の町です。そして宇品島、左奥に二の島、その左奥が西の海島、宮島も見えています。マツダの工場が広がっています。黄金山は昔はお城でした。北側に移ります。電車が見えます。円光橋と五差相山の方です。広島高速2号線です。白木山の方です。鷹匠山と蓮華寺山、二保橋です。日の浦山です。その右奥が鉾取山、そして原山、道所山があって城山、鎌川道老山です。江家山です。ここからも海田大橋がよく見えます。まだ少し咲いていました。新幹線です。本当に今日はよく晴れています。
南側の展望場です。宇品島が見えます。ここに来て黄金橋が見えました。遅咲きの八重桜が咲いています。こちら側も展望あるんですね。やはり金輪島が見えます。宇品島、美濃島、そして宮島です。枝島の古高山と福満岳、西の海島の野虎山、西の海島の宝台山も見えます。10時38分です。